はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授、不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。このを使って建築計画のお話をしています。今回はですね、前回の続きで集合住宅の続きですね。 R113 です。それでは早速始めます。少し大きくしますと。で、スキップフロア型は共用廊下を介さずに、スキップフロア型は共用廊下を介さずに外気に接する二方向の開口部を有する住戸を設けることができると。これは丸ですね。スキップフロア型、スキップフロア型っていうのはですね、まあ、ちょっと文章の方からいきますか。何層かごとに共用廊下を作ると、何層かごとに共用廊下を作って、でその上下階には階段でアクセスすると。片廊下型と階段室型を合わせたタイプですと。エレベーターの止まらない階ができる欠点はありますが、階段でアクセスする住戸の北側居室では共用廊下を介さずに開口を設けられる、共用部の面積が少なくできるなどのメリットがありますと。で、こんな感じで、まあ、例えばこの A ですけども、ここに、ここに、共用廊下を作って片廊下で、ここの階では片廊下ですね。で下の階にも上の階にも行くと。ですから、ここからこっちに行くやつとここからこっちに行くやつがあるということですね。でこれ全部違う住戸ということです。でここの住戸の人はエレベーター使えるけども、外側に、北側にこう片廊下があって、ちょっとプライバシー的に難点があると。窓を開けるとすぐそこを人が通っていくと。でこの階は、階段室型と一緒で北側のプライバシーがかなり保てると。これ何もないんで開けっぱなしにできるんだけども、ただしエレベーターの階から階段で一つ上がらないとまずいと、ここは一つ下がらないとまずいということで、一長一短ですね。で、プランニングが複雑なので若干数は少ないと思います。たまに見かけたことがあります。 2,3 見かけたことありますけれども、数は少ないと思います。スキップフロア型とか、スキップフロア型とか、スキップアクセス型ですね、というと、片廊下プラス階段室型両方のタイプと、両方のを合成したタイプということですね。はい、次 R114 でスキップフロア型、一般にエレベーターから各住戸への動線が長くなる。これは丸ですね。こう片廊下のある階は、エレベーターが降りてこうそのまま、だからこれ片廊下型と一緒と。でその上の階に行くのに階段上がって入るんで、この階段の分余計に動線が長くなるということですね。これ片廊下型と階段室型の両方と、階段室からアプローチするのと片廊下からアプローチする両方があるというのはスキップフロア型です。でこれ何の建物かというと、晴海高層アパート、前川邦夫の晴海高層アパートですね。で、これ打ちっぱなしコンクリートで割とコルビジェっぽい、まあ前川さんですから、コルビジェの弟子ですから、コルビジェのユニテっぽい感じに、感じは見えましたね。でこれはもう取り壊され、1997年解体ですね。で片廊下がここにあって、片廊下があってそこから、上下階にもアプローチできると、上下階にアプローチできると、こういう感じになってますね。片廊下で、エレベーターで片廊下に出てそこから上下階に行くと。これは晴海高層アパートでこのタイプを使ってました。これなかなかダイナミックな、外観はダイナミックでしたけどね。で、文章読んだっけ、階段を使って住戸へ入るので動線が長いと、荷物を持って上り下りするのは大変という欠点があると、ということ。まあこの辺も読んどいてください。じゃあ次R115、 中廊下型は住棟を南北軸に配置することが多いと。これ丸です。なんでかというと、東西に向くと中廊下がここにあると、中廊下がこうあると、こうあると、こう片方を南に向けるとこっち全部北になってしまうんで、それではまずいというので南北軸に向けることがいい。コルビジェのユニットも南北軸ですよね。で、片廊下型はこれは普通の、これごく普通の、ごく普通の、マンションですけども、マンションとかアパートですけども、これはまあ普通ですよね。南向きを確保できるけども、北側のプライバシーが結構、北側居室のプライバシーはかなり厳しいということですね。で、コルビジェのマルセイユのユニットは部屋を東西に向けていますと。メゾネットにして各住戸において東西 両方向に
窓を向く工夫と。で、何言ってるかというと、中廊下だと、で、振り分けると、こっちに向くかこっちに向くかしかないじゃないですか。東向きの住戸と西向きの住戸と。西向きは夏の夕方は結構暑いなという感じになると思うんですけども、ユニテの場合はもう互い違いに、ここで書いてますけど、次のページで書いてますけども、例えばですね、例えば、ここに中廊下があって、そこで振り分けるんだけども、右に行くと、西側に行くとこういう住戸になっている。下に吹き抜けてて、下に降りてくる。で、こうなってる。で、こっちの東側に行くと、こうなってると。ですから、ここに書いてあるね。こう、互い違いになってるということですね。中廊下を境に互い違いに、吹き抜けもあるということですね。吹き抜けもあって、いいということになりますね。ただし、これ、こっち側、これ、海側ですね。海側、地中海の、これ、マレ水流の海沿いに立ってますけれども、こっちが山側で、東が山側で、西が海側です。で、こっち側の吹き抜け全部塞がれてましたね。要するに、ここはすぐ使い勝手が悪かったって、こう、住んでる人が言ってましたけどね。ここに床がないと非常に使い勝手が悪いということで、下に吹き抜けのある階は、こう、アクソメで見ると、この階は、こう入ってこう吹き抜けがあって気持ちいいんじゃないかなと思うんだけども、DK がここ狭くてですね、リビングとのつながりが悪くて、で、ここがとにかく入ってすぐが狭いんで、すごい使いにくいかったらしいですね。なので全部塞いでますと、その人は言ってましたよね。僕は全部確認したわけじゃないんですけども、まあ、見学させていただいたうちの人はそのように言ってましたということですね。まあ、この辺もユニテの説明があるんで、まあ、後でじっくり見ておいてください。これユニテはなかなか面白いんだけども、ただこの中廊下が暗いですね、やっぱり。ずっと電気がついてるんで、まあホテルみたいに、まあホテルも中廊下多いですけども、ここ電気ついてて暗いっていう、まあ、あまり楽しくない、ここは共用部ですよね。はい、次。R117、もうちょいお聞きしますと。中廊下型は一般に階段室型に比べて、通風や日照を確保しにくい。これ丸ですね。こう、これ中廊下があると、こう抜けないですよね。ここ全部部屋の中になってるんで、抜けないと。いうことで、通風と日照。日照もこれずっと電気つけてなきゃなんないんで、ホテルの中廊下と一緒でずっと電気つけてる。で、あんまり評判良くないですね、これね。で、階段室型は北側のプライバシーは OK ですよと。日当たり、通風、北側居室のプライバシーとも良好です、階段室型。ただし、エレベーターの効率が非常に良くないと。通風もいいですよね、階段室型は。で、中廊下型は通風良くないし、あと、まあ、プライバシーも良くないしということで。あんまり良くないんだけども、ただし、こう、いっぱい詰め込めることができると。こう、居室をですね。居室ってこの場合10個ですね。いっぱい詰め込めることができる。まあ、ホテルの場合もこれですよね。小さいホテルでなければもうこれということですね。はい、次。で、これ、次の R118 ですね。ツインコリドール型とは、主要な2本の廊下を直角に交差させた、平面形の直角に交差は、これ間違い、ここ間違いですね。2本の廊下まで合ってますね。ツインっていうのは双子って意味ですからね。ツインタワーっていうのは、ツインタワーあるじゃないですか、こういう。ワールドトレードセンターみたいな、ニューヨークの、こういうツインタワー。で、ツインコリドールっていうのはこう、コリドールってね、廊下ですよね。コリドールですよね。こう配して、真ん中吹き抜けしたやつです。ツインコリドール型はいっぱいに中廊型に比べて、通風へ関係しやすい。これ丸です。で、これですね。こう、ツインにしてですね、廊下を、コリドールをツインにして、で、真ん中に吹き抜けを作ると。真ん中に吹き抜けを作って、まあ、これも南北軸に取ることが多いと思いますね。こっちとこっちに光を取るために。で、これだと、ここに外部を作るんで、中庭を作る。まあ、中庭っていうかな、これ相当、こう、すごい縦に長いですけどね。で、ここに、こう、風とか採光があるので、こっちの方が中廊下型よりも環境はいいと。ただし、これスペース取りますよね、こう横に。スペースを取るということです。中廊下は通風換気が、×ということです。真ん中を開ける。ツインコリドルです。覚えてください。はい、次。R119。集中型は片廊下型に比べて、廊下などの共用部分、面積少なくすることができる。これ丸ですね。共用部を集中している方ですね。で、ポイントハウスは、ポイントハウス同じです。集中型と同じ。これ、名前覚えた方がいいですね。は、階段エレベーターをコアとし、その周囲に住戸を配置した登場の集合住宅。これ丸ですね。両方とも丸と。
で、どういう形かというと、こういうやつですね。こういうやつ。集中型とか、登場住宅とか、スターハウス。スターってこう、星状になってるんで、真ん中に、こう、共有部があって。スターハウス、ポイントハウス。ポイントってこう、点ですね。盤上ではなくてポイントってことです。盤上ではなくてポイント。これも、昔、公団住宅で結構建てられたことがあります。ただし、これ、北側教室ができる可能性があるのと、こっち側あまり最高条件良くないですね、こっち側ね。なので、こっち側だけ開けて、こうするかっていう感じになりますね。その辺が欠点というのと、あと、この、二方向避難が取りにくいんです。階段を2つ作っても、こっちとこっち、割と近いんで、二方向避難になりにくいです。ここが煙に巻かれると、逃げ場がなくなってしまう。まあ、バルコニーを、避難所有効のバルコニーにすることも可能ですけど、ここはハッチを作ってですね。まあ、その逃げ方が、この片廊下に比べて、ここで火事が起きたら、こっちの人はこっちに逃げて、こっちの人はこっちに逃げて、二方向避難ですけども、ここ火事が起きると、ここ煙で渦まってしまって、ちょっと避難が大変ということがあります。ただし、この共用部が少なく済むと。これ、だらーっと長くするんではなくて、少なくて済むっていうメリットがあると。集中型とかポイントハウス。ポイントハウス。ポイントハウスって一般にはあまり使わない用語になってますけどね。まあ、計画では使ってるみたいですね。集中型とかポイントハウスとかスターハウス。スターハウス、ポイントハウス、集中型ですね。それ同じです。同じ。こういう形のやつですね。集中よっていう。で、避難が、中央に集中してしまうデメリットがあると。あと、南向き住戸が少ないデメリットがあるということですね。はい、次。R120。集中型一般に語ろうがに比べて避難計画が容易である。これ、×ですね。さっきも言ったように、尿行避難が取りにくいと。尿行避難取りにくい。こっちに逃げて、こっちに逃げてって。こっちに逃げて、こっちに逃げて、ここが重複してしまってるんで、これかなり厳しい避難ですよね。で、同じ方向に避難してしまうということですね。尿行避難が、こう、どっち、左に逃げても右に逃げても助かるよっていうのが理想ですよね。なんかそういう意味では片廊下で、で、両側に階段があるのがベストですね。はい、次。R121。メゾネット型。メゾネット型は2層以上。各住戸2層以上で、専用面積の小さな住戸には適さない。これ丸ですね。まあ、2階建てになってるんで、まあ、3階建ても、まあ、ないことはないと思うんですけども、2階で1組になってるんで、メゾネット。なので、小さくはできないですね。割と大きめの住宅を入れるということです。あと、コルビジェの、ユニテはメゾネット型ですけども、吹き抜けがあって気持ちよかったりするんですよね。ただ、すごい狭いですね、こう。で、個室の側はこう、狭い短冊状の、まあ、こういうのに、個室はここを半分にしてて、もう入れてもらった部屋をこうメジャーで測ったら 1.8 しかなかったんですよね。なのでまあ細長くて、まあセンスよく使ってましたけど、その人は子供の部屋、まあ、かなり狭いんであんまり広くはないですね、メゾネットとしては。でもまあ上下階足し算すると、まあ、まあまあの広さになる。小さくはないということです。で、これがフラット型、普通の型廊下はフラット型って言います。要するに平らってことです。平ら。で、こういうのフラットとも言いますね。アパートのこういう景色をフラットとも言います。平らって意味ですね。テラスハウスは優雅ってこう縦にこう割れてるだけで、1階2階3階4階5階天井屋根裏全部自分の家というのに対して、フラット型は、こう廊下で行ってこうここだけということなので、割と貧しい、まあテラスに比べると貧しいですよね。で、パリではフラットの方が多かった印象がありますね。で、ロンドンはテラスが多いですよね。で、1層で構成されるのはフラットで、2層以上がメゾネットと。住戸内に階段が必要で、小さな住戸は適さないと。まあ階段にスペース取られますからね。で、メゾネット型で、共廊下のない階では、北側教室のプライバシーが確保しやすくなると。で、ここの階では、こう、プライバシーが確保しやすい。通風も確保しやすい。ここからここまでこう、家があるとすると、ここは開けても全然、廊下にが下なんで大丈夫ということで、プライバシー確保。あと通風も確保しやすいと。いうメリットはあります。これはかなり大きいメリットだとは思います。はい、次。R122。メゾネット型は、一般にフラットに比べて共用部分の通路の面積を少なくできると。まあ、これ丸ですね。なんでかというと、こう、1階置きにしか共用部がないんで、全体の面積に比べるとこれが少ないという話ですね。で、この絵はフランクリン街のアパートで、フランクリン街のこのこいつが、オギスト・ペレっていうコルビジェの先生ですね。コルビジェがこの1階でこの人、事務所やってたんですけども、1階とここの階ですね。この、ここの階、1、2、3層分を自分の家。で、ここ、自分の事務所。で、あと残りは貸してましたね。なので、不動産投資家でもあるんです。で、RC で作りました。RC の細い柱をこう、割とこう、均等じゃなくて、こう、あちこちに立てて、
で、こう支えたと。で、あまり細いんで、役所がなかなか許可をしなかったという話がありますよね。で、コルビジェ RC をこのペレから習ったと。で、ペレの前にも RC やってた人がいましたけどね。で、まあ、この辺は、フランクリン街のアパートの話なので、まあ、ゆっくり読んどいてくださいと。で、この、よくパリに行ったら、シャイユー級のテラスっていう、エフェル塔の鑑賞ポイントがあるんですけど、そこから歩いてすぐ、ほんとすぐのとこなんで、これはそこで行ってエッフェル塔見たらこれ必ず見ると。あとついでにですね、このシャイユー級の中に建築博物館があるんです。で、こういうやつの有名な建築の模型がいっぱいずらーっと並んでて、あとコルビジェのマルセイのユニテの実物大模型もあるんで、ここも必見ですね、建築関係者。ということで次、R123。コーポラティブハウス、また新しい名前が出てきました。住宅入居希望者が集まって共同組合を作り、協力して企画設計から入居管理まで運営していく方式である。これは丸です。コープってあれあるじゃん、政協、あれと同じで共同組合で、共同組合で、こうやって私たち住みたいって、でこれだけお金を出しますって言って集まってから設計を始めるというのが、コーポラティブハウスですね。コーポラティブハウスこう、わがままな人が一人いると、なかなか決まりにくいということです。で、コーポラティブ共同組合で、企画設計、施工入居管理をやるということです。コーポラティブハウス方式、共同組合運営方式とか言います。はい、次。R124 ですね。コレクティブハウス、また新しい名前です。こういうの、試験に出るんですね。とは、個人のプライバシーを尊重しつつ、子育て、家事などの作業を共同で担う、相互扶助的なサービスと住宅を組み合わせた方式である。これ、丸です。丸。コレクティブっていうのは、集めるという意味の、共同の家という意味ですね。コレクティブハウス。で、まあ、こんなような、共用部がここにあって、みんなでここで作業したり、食事したりして、まあ、個室があって、個室のそばにも水回りがある場合もあるし、水回り一箇所だけに集中する場合もある。まあ、シェアハウスに近いですね。で、シェアハウスって言うと、どっちかというと、家をシェアする。分けて使うような。友達同士が家を一軒借りて、一人で借りると高いからみんなで借りて楽しく過ごすというのがシェアハウスの、元々の意味かなとは思うんですけども、こういうでかいシェアハウスもあるんで、シェアハウスと割と、似てる感じはしますね。コレクティブハウスですね。で、北欧に始まったと。北欧。まあ、スウェーデンとかデンマークあたりだと思うんですけど、共働き世帯、シングルマザー、単身高齢者などが集まって楽しみながら住む、助け合いながら住むという。で、コーポラティブハウスとコレクティブハウス、紛らわしいんで、コープってこう、政教のコープで覚えると、こっちが、生活協同組合の方で、組合を作って、全体の家を作ると。あ、ここに書いてある。コーポラティブハウスとコレクティブハウス。これ、引っ掛け問題で出やすいんで注意してください。共同組合を作るのがコーポの方で、共同の場があるのはコレクティブの方ですね。で、はい、次。スケルトンインフィル方式っていうのは、これ文字通りですけども、躯体、スケルトンや共用設備部分と、住戸専用の部分の内装設備を分けることによって、耐久性、更新性、および可変性を高めることができる方式であると。まあ、一般の、マンションでも基本これなんですけども、スケルトンを作ってインフィルって中に詰めるものって意味ですけども、やる。で、まあ、施工を考えると基本 RC でこれを作って、躯体を作って、それの中に、木造とか軽鉄でこういうのを作っていくっていうのが基本なんだけども、それをさらにしっかり作ると、これをかなり耐久性のあるものにすると、スラブを30センチとかにして、まあ、普通20センチぐらいですね、今は。30センチとかにして耐久性を高くして、で、中身は変えることができるよという、骨組み、スケルトンを業者が作り、入居者が決定してから入居、要望に合わせて内装、設備を設計、施工すると。2段階方式ですね。2段階方式。これを作って、これを作ると。で、縦売りのマンションだと、これとこれ両方一緒に作っちゃってから、まあ部分的に内装をこうしましょう、ああしましょうってやることもありますね。全部仕上がってから売るんではなくて、途中で売ることが多いじゃないですか。そうすると途中でこれとこれを壁をここ取ってとかいうのできる場合がありますよね。今の縦売りの、マンションでもですね。まあそれを徹底的にやるっていうことですね。スケルトンインフィル方式って言います。スケルトンはこの骨。で、インフィルはこの中身ですね。で、別々にやりましょうということです。はい、次。
あで今までのやつにまとめ座っていきますね。これ大事なんでよく覚えてます。テラスハウスはこういうやつをこう分けたと。でタウンハウスはコモンスペース、共用にやからコモンアクセスするやつ。これ紛らしいですね。ので、これよく覚えておくと。で片廊下は、まあ、これはもう普通の盤上マンションです。盤上マンション。盤上の盤はこっちだと思うんです。盤上マンション。で、片廊下のリビングアクセス型、リビング側からこう入ると。これはちょっと階段つけて、段差をつけて、さらに吹き抜け作ったりすると。と、気持ちいいよと。で、まあこれ、縁側に近い感じですね。日本のあの書院作りはこう縁側から入るじゃないですか。書院作りとか、あの、すき家風書院作りと。縁側からこう入って、こう和室に入っていく。感じがこれということですね。で、ここのプライバシーが問題になるんで、南側なんで、段差を作ると。いうことですね。ただ段差があるんで、あのバリアフリーにならないんですけどね。で階段室型は、まあこう2個1で組んでいくと、2個1で折り返し階段で組むと。でスキップフロア型は、この共用の片廊下から上下に分けていくと。その階はいいんだけど上下にも行くと。上下に行こうが階段登らなきゃなんないんだ、降りなきゃいけないんだけども、ただし北側居室は、片廊下がないんでプライバシーが保てる、あれ通風がいいということですね。で中廊下はこう真ん中廊下 で南北軸に中廊下を持ってきて東と西にオープンと。でツインコリドール型は同じ南北軸だけども真ん中に外部を持ってきてるんで、通風と換気が良くて、あと廊下が暗くならないということですね。で、集中型スターハウス、ポイントハウスはこう真ん中に集中して、あとスター型になと、あとポイント型になってる、みんな同じ意味です。で次、フラット型はフラットです。フラットもうフラットって言えばアパートって感じにもなりますよね。でメゾネット型2層とか3層が一重個と。そうすると上の階はここ北側があのプライバシーが保てると。あとコーポラティブハウスはみんなで共同組合と作って、最初から作っていくと、設計者を雇って最初から作っていくと。でコレクティブハウスはまあシェアハウスみたいなもんで、みんなが集まって住む家と。でスケルトンインフィルはスケルトンとインフィルを別々にやるということですね。はい次、R127、 間口が狭く奥行きの長い住戸内の快適性を考えてライトウェルを設けた。これ丸ですね。ライトウェルを設けたと。ライトウェル、光移動ライトウェルです。これやるとこう通風が取れるのと、水回りにですね、あとこう通風換気と若干の採光が取れるということですね。まあ、すごい採光は取れないですね、これ井戸になってるんで。でこれはホームタウン貝塚、住宅都市整備公団が作ったホームタウン貝塚。これかなり広い家で、広くてこう真ん中にも教室じゃなくて水回りあるんで、ここに穴を開けたということですね。ライトウェルですね、ライトウェル覚えてください。次、リビングバルコニー。リビングバルコニーとはバルコニーをリビング状にするということですね。今の延長として作られた大型のバルコニーである丸と。で、2、3メーター奥行きあると。普通1メーターぐらいじゃないですか、1メーター。で、延べ面積、建蔽率にも容積率にも引っかかんないようにするんだけども、2、3メーター奥行き取ると、両方に多分、ちょっと引っかかってきますね。この辺、床面積にも建築面積に入れろと言ってくるとは思うんですけども、まあそれでもこう快適な方がいいと。ただあんまり奥行き深くすると上にもかかってるんで暗くなってしまう。ここがね、こう奥行き深すぎるとですね。まあ、こういうのをリビングバルコニーというと。だからいろんな使い方、もう物干すだけじゃなくていろんな使い方ができるということですね。これコルビジェのシェーズロングっていうやつで、これこういうふうにもできるし、こういうふうにもできるし、あとこれ外すとこうロッキングチェアになると。でこれここの後ろにあるやつが、ミヒャル・トーネットの椅子ですね。これあの曲げ木の椅子です。木をぐねーって曲げて、熱い水蒸気で曲げて作るというんで、これウィーンで 19世紀の半ば頃の、人で、こういうのを技術的に開発して、これ非常に多く売れてます。でコルビジェもこれ部屋に置いて写真撮ったりして、コルビジェ全集にも載ってたりしますよね。これね、なかなかセンスのいい椅子ということで、これは、コルビジェのイムブルビラ R129 イムブルビラなんで、ちょっとゆっくりめに読んどいてください。まあ、こういう一外光を使ってこういうのをで、まあ、これもツインコリドルですね。ツインコリドルで南北軸と。やっぱコルビジェ南北軸が好きですよね。で両方に向けると。でこれがすごいのは、このあのこう L 字にしてここ吹き抜け作って、ここに大きな外部空間作ったんですよね。まあ一種のリビングバルコニーです。これすごいでかい外部空間を作って、まあ戸建てのような感覚の集合住宅だよっていうイムーブルビラです。1922年の計画で、あの都市計画300万人の都市計画のうちの一部です、ね、でこれあの何て言ったっけな、
1925年の展示会、パリにおける装飾、あ、ここに書いてある。パリにおける装飾芸術博覧会で展示したんです。これにプラスアルファ、ちょっと丸まっこいのをつけたやつを展示しました。で、これ、装飾博覧会って言ってるけど、ほとんど無装飾で白い箱ですよね。で、ここがあの、シトロワン型っていうような、コルビジェのよく作ったやつの一部になってて、で、もう白い箱で、側面、つまめにあの、大きい、文字が書いてあるぐらいで、装飾ほとんどないという。装飾博物館なのよ、ほとんどないという。で、ボローニャに移築されて展示されて、今では見ることができますと。で、次、R130、ビオトープは、野生生物の生息空間を意味し、生物が生息できる水場などの自然環境を復元すること、復元、その場所などを指すと、これ丸ですね。生物、バイオ、バイオは生物で、の場所って意味です。トポスから来てると。トープはトポスから来て、ギリシャ語のトポスから来てて、まあ、向こうでできた名前だと思うんですけど、ビオトープというと。で、こういうのも、集合住宅の中に作るといいという話をして、結構これも作られてるけども、若干危ないのが、ここ、手すりも何もなくて、ここ、擁壁もない。何もない。一般の自然の、本当に自然の池みたいに作って、まあ浅いんですけども、池のように作って生物が来るようになってるんで、まあちょっと若干危ないことは危ない。子供にとって。子供も水深15センチぐらいで溺れる可能性あるんで、その対策はいるんじゃないかなと思いますけどね。ビオトープですね。ビオトープ覚えてください。はい、次。R12131。バリアフリーやユニバーサルデザインよりも広い概念です。これ×ですね、ユニバーサルデザインの方が大きいと。大きい概念で、バリアフリーはバリアがフリーで、フラットとかね。社会的弱者に対する障害をなくすっていう、障害、バリアをなくすっていうのはバリアフリーで、ユニバーサルデザインはもっと広い老若男女、人種、文化、障害などの差異を問わずに誰でも利用できる設計のことということです。こちらは広いということです。はい、次。R132。集合住宅における鉄筋コンクリートのバルコニーは、下界から炎症防止に有効である。これ丸ですね。こう、バルコニーが出てると、こう、下の火が上に燃え移りにくいと。で、こういうのは、基準法でも決められていて、これな、これ防火区画の場合何センチ、これ何センチとか決まってます。あと、袖壁とか、ひさしを何センチ出せというのを決まってます。防火区画の場合ですね。防火区画の場合、ここで、こっち側で、火を、閉じ込めてこっちには行かないようにするのは防火区画ですけども、それ決まってます。で、バルコニーがあると火が移りにくいですね。まあ、煙はある程度行くけど、でもバルコニーがあるとだいぶ違います。イギリスのロンドンで高層のマンションがすごい火柱になっていっぱい人が死んだんですけども、あれバルコニーなかったですね。それに外断熱で、断熱材が燃える断熱材、グラスウールじゃなくて発泡材を使ってて、でバーって上に燃え広がっちゃったんですよね。で、こうバルコニー、日本みたいにバルコニーをつけて、で、さらに、まあ、外断熱にしてもいいんだけど、まあ、断熱材を、グラスウールみたいなのにしておくと、あんな悲惨な悲劇が起きなかったんじゃないかと思います。はい、次。R133。二方向避難を考慮して、バルコニーを設けたと。あ、これ、バルコニーが、これ、避難ハッチをつけて、こっちで火が出たら、これ、破けるようになってて、こう、破いて、こう、降りて、で、ジグザグになってるんですよ。こう降りて、こう降りて、こう降りて、ジグザグです。これ、ストーンって行っちゃうと、まあ、バーッと落っこっちゃう人がいるんで、ハッチを開けて、そうすると、ここにはしごがザーッと降りるようになってるんで、それこう行って、こう行って、こう行くと。これ、避難所有効のバルコニー。これ、法律用語ですね。避難所有効のバルコニーって言って、これも設けるとに、階段を1個でいい場合がある、場合があるということですね。はい、次。これで最後、R134。バルコニーに手すり設ける3を、子供の足がかりとならないように縦算として、うちの根11センチ以下、要するに頭が通らないようにしたと。これ丸ですね。これは安全です。これ安全。これ、どん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 登っていっちゃうんで、安全じゃないと。まあ今、マンションでよく使うのはガラス、強化ガラスは安全ですよね。で、まあ、3で行く場合は縦座にするということですね。縦座にするということです。手塚さんが作った幼稚園、ドーナツ型の幼稚園の上がもうザーッと縦座になってて、ここに足を突っ込んで、ここで座ってる。いっぱい座ってるシーンが写真に載ってましたけど、まあ、見に行きましたけど、まあ、あれはあれだったらいいなとは思います。で、まあ、これコルビジェの横山ですね。サバーテで4、これ僕が現地で測ったら45ミリと30ミリ直径ですね。ファイって直径の、ファイって直径のことです。ファイですよ。ファイじゃなくてファイは直径のことです。ファイは直径で45ミリ30ミリで鉄パイプで組んでると。で、これは良くないと。こういう意味では良くないです。良くない。ただ船のデッキのイメージだったらしくて、こういうのにしたと。で、あと、
近代建築はモダンデザインはもう水平性を強調する傾向にあって、こういうところはもう必ず横線を強調すると。ただし今のデザインには安全性を考えると良くないので、特にでかいマンションですね。なのでまあこういうふうにしたいならば、まあ、ガラスにして、縦算を少なくするという方向がいいと思います、ね、で実際そういうデザインが多いと思います。はい、今回これまでです。集合住宅について話しました。で集合住宅のタイプですね、ここ R126 のまとめのとこはよく読んで、で、頭に入れといてください。このコーポラティブとかコレクティブとかそういう名前を頭に入れておいてください。はい、役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。